どうも、阪神情報局です。このチャンネルは、現在タイガースファンの方はもちろんのこと、なんか最近タイガースに興味出てきたな、もっとタイガースについて詳しくなりたいなという方々に向けて、日々の最新情報、そしてより皆さんのタイガースの知識が深まっていくような動画を提供していきたいなという思いの中で、このチャンネルを運営させていただいております。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者2100人突破、本当にありがとうございます。次は目指せ、チャンネル登録者2200人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。はい。ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、現在この動画を撮影しているのが5月の17日なんですけれども、昨日の16日、非常に大事だったジャイアンツ3連戦最終日ね、しっかり勝ち越しで終わるというところで、まあかなりタイガースにとってはいい状態でね、この5月もキープできているわけなんですが、この5月タイガースを引っ張っているのが、やはりタイガースの不動のリードオフマン、近本選手ですよね。まあこの近本選手に関しては非常にねこの5月状態がいい中で3月4月はなかなか状態が上がってこなかったんですね。ですがこの近本選手が不調だった3月4月支えていたのが後ろを打つ2番の糸原選手なんですが、しかしこの糸原選手が現状この5月なかなか状態が上がってこないと。で、糸原選手が調子が良かった3月4月にこの近本選手に対して出していたコメントっていうのが、やはりこの2人の絆、そして今のタイガースそりゃ強いよなというふうに思わせるコメントだったというところで、この二人の現状、成績、そういったものを見ていきながらね、この二人の絆というところもお話をしていきたいなと思います。はい。ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、昨日ね、5月の16日、特に近本選手に関しては、2本のタイムリーヒットを含む3安打2打点で、5カード連続の勝ち越しに貢献と、で、デーゲームは負けなしの15連勝、今シーズン貯金最多タイの16で、ジャイアンツとゲーム差 4.5 ということでね、やっぱりこの1勝というのは非常に大きいものがあったわけなんですが、近本選手、試合後のコメントで、一勝ですけど、この一勝はただの一勝ではないと思いますし、とても大きい一勝だと思う。巨人はシーズン通して勝たなければいけない相手ということで、まあ、近本選手もね、こういったコメントを出していますが、例えば、ルーキーの佐藤選手もこういうコメントを出していますよね。ジャイアンツは絶対に勝たなきゃいけないと。なので、こう、プロに入って、まだまだ年数が浅い選手たちが、こういう意識を持ってるっていうのは非常に大きいことですし、まあ、矢野監督も絶対にね、こう、ジャイアンツには勝たなきゃいけないということはもう口酸っぱく言ってますから、まあ、そういった意味ではね、こう、監督の思いというのが選手に浸透してるんじゃないかなと思います。で、まあ、この近本選手、5月状態を上げているわけなんですが、3月4月、なかなか状態が上がらなかったんですよね。まあ、こう、プロをね、開幕して、プロ野球が開幕して、20試合を消化した時点で、近本選手は打率が2割1分4厘と、まあ、全然こう、状態が上がってこないで、特に近本選手に関しては、打って塁に出る1番バッターなので、まあ、そこまでフォアボールの数っていうのもここ2年多くなかったですからね。まあ、打率が上がってこないということは、なかなか出塁ができないという形だったんですけれども、やはりこの5月、状態を上げてきていて、まあ周りにね感謝のコメントっていうのを近本選手は出しているんですが、みんなで僕のスタートの悪さをカバーしてくれた、全員野球で開幕から首位ですものね、これが何より嬉しい、チームに迷惑をかけた分はこれから少しずつ返させてもらいますというふうなコメントを出していて、やっぱりこう近本選手が塁に出ると足というものを使いますし、まあ、塁にいるだけでね、非常に大きい一本で帰ってこれる選手ですし、まあ、いろんなことができる一番バッターですから、やはりこの近本選手への信頼というのが揺るがなかったっていうのもね、まあ、矢野監督が今まで培ってきたものなのかなというところなんですが、現在の近本選手の成績を見ていきたいんですが、40試合を消化した時点で、打率が2割7分、159打数の43安打、ホームラン2本、打点が11打点で、出塁率が3割2分6厘というところで、まあ、やっぱりこう、フォアボールが多くないバッターなだけにね、まあ、打率が非常に重要視されてくるわけなんですが、こちら3月4月5月のね成績なんですが、もう見ていただいてわかる通り、3月はまあ5試合とね少なかったんですが0割4分5厘、4月は2割6分3厘で、5月は現状11試合で打率が4割0分5厘、そして出塁率も4割9分というところでね、まあこの5月に関しては4月が24試合でフォアボールが6個だったのに対し、5月は11試合で7個とすでにもうこれを超えてるんですよね。なので、ボール球っていうのをしっかりと見極めていながらヒットの数も多いというところで、まあ、この絶対的な出塁率を誇ってくれているわけで、まあ、現状の5月のね、タイガースの得点力を生み出してくれているわけなんですが、こちら、近本選手の2020年の月別の成績なんですけれども、まあ、こちらを見ていただいてわかる通り、6月、7月っていうのはなかなか状態が上がってこなかったんですが、8月ね、このやっぱり近本選手打率3割5分2厘と、で、この8月に関しては月間38本のヒットというところでね、まあ、球団
3、9位に並ぶすごいペースで打っていたんですが、なので近本選手に関してはここ2年はもうこうスロースターターと、まあやっぱりこうタイガースファンの方もね、あ、今年の近本もスロースタートかっていう風に思われていたと思うんですけれども、しっかりこの3ヶ月目に上げてくるっていうね。まあ去年はやっぱり開幕が遅れましたから、6月、7月、8月と。で、今年に関しても3月、4月、そしてこの5月に状態を上げていってるというところで、まあこうカードが何周もしていく中でね、で、交流戦前にこの近本選手の状態が上がってきているというのは非常に大きいんじゃないかなと思います。で、一方2番を打つ糸原選手ですね。まあ昨日の試合も途中交代というところがあって、もしかしてデッドボールの影響かなっていうね、いろんな声もありましたが、その糸原選手について矢野監督はコメントを出していたんですが、ずっと出ているから足の張りもずっとあったし、そういうところでは無理させたくないなというところでタイムリーも打ってくれたし、そういうところで早めに変えておこうと。まあ、なので、こう大事に至る前に、まあ、しっかり疲労軽減というところで糸原選手を変えたっていうね。まあ、やっぱり大事に至らなくてよかったなというところなんですけれども、まあ、昨日糸原選手ね、なんとかタイムリーヒット1本出していたんですが、現状のまず糸原選手の成績を見ていきたいんですが、40試合消化して打率が3割0分7厘で、150打数46安打、ホームラン1本15打点で出塁率が3割5分4厘というところで、まあ、この糸原選手もね、これまではやっぱりこうフォアボールを選ぶ、まあ、非常にこうね、出塁率っていうところに長けていた選手なんですが、今シーズンは非常に開幕から出だしが良く、近本選手と同じく打って出るという風な感じだったんですね。なのでやっぱりこの近本選手が状態が悪かった時の、この糸原選手の状態が良かったっていうのは、こうタイガースにとって非常に大きかったんですけど、こちらね、糸原選手の3月、4月、5月なんですが、まあ、近本選手と本当に真逆と言いますか、3月打率4割7分6厘、4月3割1分9厘で、5月が1割8分4厘と、まあ、4月の後半ぐらいからちょっと状態が落ちてきたんですよね。まあ、一時期はこう、首位打者も狙えそうかなっていう位置にいたんですけれども、まあ、少しずつ離れていってると。で、この5月に関しては、なかなかフォアボールっていう数もそうですし、ヒットっていうところが伸びてこずと。いうところでね。まあ、糸原選手打率1割8分4厘なんですけれども、まあ、やっぱりこう、1、2番というのは助け合いで、タイガースに関しては、この1番近本選手、2番糸原選手、3番マルテ選手というのは、開幕から40試合を消化して、一切こう、動きがないんですよね。まあ、途中交代というのはありますけれども、それでもこう、開幕からこの1から3番、一切ね、こう、スタメン書くときに、ブレがないというのは、矢野監督としても非常に、やりやすいんじゃないかなと思います。で、この糸原選手がね、この3月4月の状況で、近本選手の状態が上がってこなかった時にこういったコメントを出していて、長いシーズンなんで自分の調子が悪くなったら近本が助けてくれると思う。今は近本を助けるという意味でも僕が仕事をして年間波があると思うんで、そういう風に 1,2 番としてやっていけたらというね、コメントを出していて、まあ、やっぱりこれがね、やっぱ今のタイガースの強さを生み出してるなというか、まさしくこの糸原選手5月ちょっとバテてきたかなっていうところで、1番の近本選手の状態が上がってきて、まあ、1,2 番がお互いをこう補い合いながら打線としてしっかり機能していると。まあもちろん糸原選手に一本が出る時っていうのもありますけれども、基本的には今が近本選手が頑張る時期と、まあ3月4月糸原選手が打線を引っ張ってくれたように、逆に今度は近本選手が引っ張るっていうね。で、それをしっかりと体現できているのがこの5月なので、まあ得点力、大山選手が抜けてる部分というところで、まあ大山選手がいる時いない時で、まあちょっと得点差はあるみたいなんですけれども、まあそれでもこの近本選手が塁に出てくれていることによってね、それを少し軽減できてるんじゃないかなと思います。まあ、なので、この 1,2 番の絆ね、非常に大きいものがあって、まあ、今後1週間後ね、交流戦が始まっていく中で、まあ、スワローズとの3連戦、カープの3連戦というのがあるわけなんですが、まず対スワローズの成績っていうところを見ていくと、ここまで7試合戦って、6勝で負けなし1分けと、なので7試合やってまだ負けがないんですよね。開幕カードではありましたけれども、まあ、ヒットも7試合で72本打ってますから、打率が3割0分3厘と、まあ、防御率が 3.00 ということで、まあ、得点効率というのも非常にいいですし、なのでこうタイガースからすれば絶対に、まあ、少なくとも勝ち越しはしておきたい3連戦と。で、逆にカープの3連戦に関しては、7試合戦ってここまで5勝2敗というところで、打率は2割4分7厘なんですが、防御率が 1.92 というところで、逆にこうカープ戦に関してはピッチャーが踏ん張っているっていうところなんですよね。まあ、なので、ローテのね、予想というところ、まあ、先ほどちょっとね、西純也投手の動画も出しましたけれども、おそらく水曜日に西純也投手で、木曜日に青柳投手が来るんじゃないかって言われてるんですね。まあ梅雨の関係でどうなるか分かりませんけれども、
まあ、本来であれば金曜日だった青柳投手を、木曜日に前倒しと。で、木曜日だった秋山投手が非常にカープ戦にいいというところで、金曜日の頭、ここ秋山投手行くんじゃないかなというところでね。まあ、絶対にこの交流戦前の1週間、しっかりと弾みをつけていくというところで、投打ともにいろいろとこう編成をして戦っていくと思うんですが、この1、2番の活躍ね、やっぱりこの近本選手の状態がいいことによって得点というのは生み出されてきますから、この辺も注目して見ていきたいなと思います。はい。ということで以上、参考になれば嬉しいです。こちらの動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者2100人突破、本当にありがとうございます。次は目指せ、チャンネル登録者2200人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。はい。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホーありがとうございました。この1、2番の機動力、そして絆、これがタイガースの強さを生み出しています。また明日。